おはようございます、ご主人様。あ、ごめん、まさかそんなところにいるとは思わなくて。どうぞ私の胸でしたら、いかようにしていただいてもよろしいのですよ。ご主人様の欲望の赴くまま、揉んで触ってつまんで。もちろん挟んでくださっても。挟むって何を。あの女のせいでほとんど一睡もできなんだ。次から次へと裸の女の子が空から降ってくるなんて、この国どうなってるわけ。世も末じゃね。宗明。あった。何を挟んでおるのじゃ。挟んでるんじゃなくて、挟まれてるだけで。君は一体どういうつもりで。せっかくですから、世を足しになっていかれては。懸念には及びません。なんで脱ぐんです。ご主人様が命じるなら、お憔悴のお手伝いをするのにためらいはありません。そんなこと手伝わせられるわけないだろう。そうでしょうか。一般的に言って男性は死虐傾向、逆に女性は飛躍傾向があると言われています。つまり義仙に少々無理無体なことごとをさせても構わないということなんです。では失礼いたします。挟んでるんじゃなくて、挟